どうした、レーザーガイドレーザーガイド星とは、レーザーを用いて、大気中に作られたガイド星のことである。地上にある、天体望遠鏡を用いて、天体を観測する場合、地球の大気の揺らぎによって製造がぼやける現象が、発生し、空間分解能が制限されてしまう。この分解能を上げるには、揺らぎによる影響を何らかの方法で保証する、システムが必要となる。 その手法の一つに観測対象となる天体の近くに明るい星がある場合はそれを基準として大気の揺らぎを計測しリアルタイムに保証光学システムにフィードバックすることによって空間分解能を向上できるというものがある。しかしそれに十分なほど近くに明るい星がないことの方が多い。そこでレーザーを用いて人工的に ガイド性の代用にできる光点を生成する。この光点のことをレーザーガイド性と呼ぶ。レーザーガイド性は高度90から 100km に存在するナトリウム層を利用して作成される。ナトリウム層に対して波長589ナノメートルの全個体レーザーを照射するとレーザーによってナトリウムが冷気され発光する現象を利用する。 理科学研究所が開発した出力 4W のレーザーを用いた場合、ナトリウム層は約12等星相当の光を放つ。スバル望遠鏡で用いられているレーザーガイド製を作成するためのレーザーは国立天文台が理科学研究所の協力を得て開発した。スバル望遠鏡のガイド製生成用レーザーは波長589ナノメートルの ND。 ヤグワ周波レーザーである。これは2つの ND、ヤグレーザーからなり、一方は、波長1319ナノメートルのレーザー光を、他方は、波長1064ナノメートルのレーザー光を、発信する。これら2種類のレーザー光を、同一進路で同時に非線形光学結晶に、入射させると、2つのレーザー光の周波数の和の周波数を持つ。 波長589ナノメートルのレーザー光が得られる仕組みになっている。高速イコール周波数波長の関係があるので、波長1319ナノメートルの光の周波数 227.287THz、波長1064ナノメートルの光の周波数 281.759THz、 トトの輪の周波数 509.046THZ509.046THZ の光の波長589ナノメートルとなり波長589ナノメートルのレーザー光が得られる。ありがとうございます。